車で羽田空港に向かっております。うわ、なんだこれこれすごい。テペさん、ここまで行くの大体何年ぐらいかかったんですか？ここまで今のところ10年ぐらい。到着しました、こちらがですね、山口の宇部店というところだそうです。行ってきます。はい、こちらショーケース。ファミコンはですね、パッと見そんなないんですけども、この上段にスーパーファミコンがドドーっと置いてあったり、結構状態良さそうなですね64も置いてあったりとかしていいですね。特に奥に置いてあるスターフォックス64、2750円なんですけど、これ完品っぽいんですよね。これちょっと気になるな。奥にサンマの名探偵が2200円、満島真嗣さんの大甲子園3300円、シャーロックホームズ伯爵クレイジョ誘拐事件19%、熱血ホッケー3300円、あとはちょっとレア物の裸カセットが置いてありますね。うん。で、下段にはゲームボーイ。こちらが定番コーナーのファミコンですね。箱説明書付きが、ここ、3つ。テトリスフラッシュ、1100円。八尾くんの2、結構状態、1650円。ハリスタの3、1320円。チャイルズクエスト、1320円。ファミリーマージャン、1100円。ラムコクラシックが1100円。ファミスタ89が1100円。箱付きはこんな感じですかね。裸カセットですね。さっき一通り見たんですけども、そう、なかなかちょっと手が出しづらい価格帯でございまして。アトランティスとか330円。いや、なんか安い気がしますね。結構破けてる。なんかディーバー330円。なんか安い気がしますね。ディーバー330円で見ますっけ？ちょうどキープしてもいいかな。このトップガン330円もなんかいいですね。ちょっとね、油染みみたいのがついていて焼けちゃってるんですけど、330円はなんかありな気がします。他はですね、こういうジャンク系でおなじみなのもかかっておりまして、どうかなっていう感じなんですが、これなんか安い気がするなぁ。くるくるランド330円ですって。パッと見表だけ見るとすごく綺麗。裏もなんかいいですね。キープしましょうね、これ。ちょっとこのディーバもなんか結構いい感じなんで、これも行きましょう。あとですね、どうやらここがもうジャンクコーナーの箱みたいになっていまして、ファミコンこれだけなのかな。ファミリースタジアム、これ、ね、破けてるんですよね。100円と安いんですけど、このケーブルなんだろうな、スイッチとか充電できるやつ、330円ですって。64結構ありますね。マリオパーティー3、マリオ64、マリオゴルフ64、マリオテニス64、マリオパーティー2、あ、ゲームキューブめっちゃある。ドンキーコンが110円。安いですね。筋肉マン。これやってみたいな、個人的に。本体ないんですけど。ゲームキューブめちゃくちゃありますね。でもそんなに高くないんですね。トリセツ欠品110円ですって。テイルズ。マリオカート、スマブラ、ウェーブレース64。箱めちゃくちゃ綺麗。スノーボードのゲーム。パワーリーグ60円。ゴルフ。で、この辺がスーファミですね。名作揃いですね。よいしょ。よいしょ。僕ね、これ、発売当時、お父さんが買ってくれて、しこたまやってましたね、これ。すごい楽しいんですよね。こんな感じかな。スクールやったなこれ。1430円。ただ箱、めちゃくちゃいいですね、これも。
なんか結構いろいろありますね。テペさんが全然何もないって言ってたんですけども、結構あるなと思いました。こっちがゲームボーイの裸、スーパーファミコンの裸もね、すごいいっぱいあるんですよ。で、ハード系があって、ファミコン880円。ゲームキューブなぁ。いつかちょっと欲しいんですけどね。部品取りにどうぞ。1320円。なんかいろいろありますね。あ、トランク代わり。64のトランク。割れがあります。1100円。上にもある。これが1650円。なんかいいですね。こんな感じでショーケースがガーッと置いてありますね。結構ショーケース内のハード類がすごく充実してますね。これとかね、ちょっと珍しいですもんね。スーパーファミコンジュニア。付属品が全部揃ってて2万2000円。これ気になるなぁ。でもちょっといけないですけどね。ニューファミコンありますよ。ニューファミコン6930円。コントローラーだけが付属しているそうですね。はい、買ってきました。くるくるランドとですね、ディーバ買いました。裸カセットで各300円でございました。合計660円ですか。うん、これでも安いと思いますよね。うん、はい、以上です。次行ってきます。到着しました。2店舗目、ハードオフおごおりと読むそうです。行ってきます。ファミコンがですね、この熱血格闘伝説とドラッケ4だけですね。いろいろあるんですけどね。ジャンクコーナー見てみようかな。エースコンバット気になる。こちらジャンクコーナー到着しました。ディスク系がですね、いろいろ並んでいまして、見ていきましょうか。サターンとかドリームキャストが置いてありますね。僕気になったのこれ、ワールドスタジアム3が220円で置いてあって、セロテープ貼ってあるんですよ、ここに。だから開けられない状態になってるんですけども、これね、ちょっと見るとね、帯入ってるっぽいので、ワールドスタジアム3帯付きで220円、僕ね、ありな気がするんで、行っちゃおうと思います。まあ、ジャンクコーナー行ってですね、ファミコンも見てみたんですけども、カラッカラでございまして、レトロゲームの扱い自体がちょっとね、少ないかもしれないですよね。まあ、ということで、僕はこのワールドスタジアム3買いたいと思います。いやー、最高でしたよ。最高でしたよ。はい。ワールドスタジアム3が220円でしたから、ありがとうございます。はい、到着しました。なんかね、ちょっと、外観が改装中の漫画倉庫山口店到着しました。行ってみます。はい、到着しました。めちゃくちゃ数ある。ファミコンの裸カセットでもうこんな感じですからね。すごいな。ただちょっと価格がやや高めなんでしょうね。例えばシェンロンの謎はこう900円とか、裸カセットでもちょっと手が出しづらいかなっていう価格になってるかなっていう感じです。ファミスタも300円ですもんね。ただ結構レアゲーとかも置いてありまして、こういうヘビーバレルとかルービーキッズとか、あ、見つけちゃいましたよ。モエプロがめちゃくちゃある。モエプロ何か1本ぐらいちょっと記念で行きましょうかね。これかな。でもこれなんか多分誰も興味持たなかったんですかね。なんかすごい埃がすごいんですよね、ここ。まあ、とりあえずこれ1本行きましょうかね。で、あとね、こちらがちょっとレアものの裸カセットが置いてあるコーナーですね。こういう。結構いろんなレアゲーが置いてありまして、うん、そこにバッキーオヘアとか置いてありますけども、バーズテイル2が 19,900 円で結構しますね。箱付きがね、どうやらあんまないっぽいんですよね。はい、到着しました。こちらがですね、定番コーナーでございまして、スーパーファミコンの箱付きがすごいいっぱい置いてある。ファミコンなんですけども、ファミコンはここぐらいですね。この辺とかですね、ガンプの謎とかいくらだろう、1900円。スターラスターも1900円。
ちょっと色が抜けているたけしの戦国風雲寺、こちらも1900円。なんか1900円っていう値付けが多い気がしますね。1480円ですね、ダビスタ。ファミリージョッキーもなんか1900円ぐらいな気がしません？そうですよね、1900円。ミシシッピ殺人事件。1400円ですね。ナムコクラシックが、これ900円。下段に僕が大好きなナムコがいっぱい置いてありまして、ファミスタね、安かったら行きたいんですけども、ファミスタこの3つありまして、これ見てみましょうか。1400円か。あ、これなんか結構いい予感するんですけどね、僕。1400円ちょっと出しづらいんだよな。スルーしましょうか。87でいくらだろう。87も1400円。88は1400円。92も1400円。89も1400円。90も1400円。ボールブレザー1480円。まあでも大体こんな感じの価格帯なんでしょうね。で、ここにマリオオープンゴルフがあって、マリオオープンゴルフ、これいくらだろう ?1400 円なんですかね。モノポリー1900円。パチオクの1ですね。1400円。で、この辺にゲームボーイが並んでいたりとか、筋肉番付とかどうなんだろう。筋肉番付は980円。アドバンスもいっぱいあって、アドバンス。で、上ちょっとわかりづらいんですけど、ワンダースワンが置いてありますね。スーファミとか、すごいですね、なんか。ハードオフ2店舗とか見てきたんですけども、それと比べ物にならないぐらいすごいですね。パーン、パカパッ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 パン、パンパパーンです。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、山口夢タウン到着しまして、テペさん情報だと、山口県の USJ。そうです。テーマパークです。山口のテーマパークだそうです。でも、テペさん、ここめっちゃありそうな気がしますけど。めっちゃはないですけど、はい。まあ、見ててください。あ、わかりました。トーンが低いですけどね。山口夢タウン店、行ってまいります。到着しました。結構ね、パッと見る感じ、なんかゲームがめちゃくちゃありそうな感じではあるんですが、見ていきたいと思います。こちらはショーケースですね。で、上の段に僕から言うと比較的最新ゲームで、でここが64とスーパーファミコンがいろいろ置いてあります。1個下段にファミコンの、ちょっと見えづらいかもしれませんが、ドラゴンスレイヤーの方が2200円、妖怪道中記は3080円。特にゲームボーイがあったり、ゲームボーイアドバンスがあったりとか、いろいろなものが並んでおりますね。この下段がスーパーファミコン64で、あとはファミコンの裸カセットがいろいろ並んでいたり、 MSX が置いていたりして、で、最下段にゲームボーイやスイッチ、あと DS などの裸が置いてありますね。で、こちらがプレイステーション4、プレイステーション3のディスク系があって、ここにプレイステーションとセガサターン、攻略本、Xbox、で、この辺がディスクとかガーッと置いてありまして、見ると、ジャンクもなんか一緒に置いてある感じなんですよね。この辺とか、安いですもんね。110円とか、うん。ジャンクコーナーがここっていう感じなんですかね。ファミコンはどこなんでしょうね。ファミコンが、ありましたね。五右衛門2の外伝が1100円、松本トール、コナミックスポーツインソール550円、バーディーラッシュ330円、ブラック S3 550円、ダックハント550円、スカイデストロイヤー330円、マイティボンジャック550円、チャレンジャー550円、バンゲリングベイ550円と。箱付きがないんだ。箱付きが、なんかこの辺に
置いてあるかなっていう淡い期待を胸に見ていくんですけども、ないっすね。この逆転裁判ってベストプライス版があるんですけども、この2本僕ベストプライス版しか持ってなくて、こっちがね残念ながら説明書欠品なんですよ。でこっちなんかねパッと見ると箱ねそんなに悪くないんですよね。ここはちょっとへこんでるぐらいなんですけども、全体的に綺麗で、これめちゃくちゃ思い入れのあるソフトで、ベストプライス版ではないものでこちら1100円ということで、これはねキープしたいと思います。ジャンクがねこの辺っぽいんですけども、この辺にロムがいろいろ置いてあって、ファミコンがここですね。よいしょと。そっか、ファミスタ90。安いな、これ。でもここが色あせ気になるな。このファミスタがいくらだろう。これ110円か。一応じゃあこれ回収しときましょうかね。110円。110円でジャンクにいる割にはなんか綺麗な方だと思いますよ。じゃあこれ一応行きましょう。お買い物終了しました。逆転裁判3。ありがとうございます。ありがとうございます。ファミリースタジアムを購入しました。ありがとうございます。夢タウン最高ですね。はい、ということでございましてですね、今山口県から広島の方に移動してまいりまして、こちら駿河屋の方入っているようですので行ってみたいと思います。こちら駿河屋さんですね、到着しました。入ってみましょう。裸カセットがいっぱいある。箱付きがあんまりないですね。バイカーがわかんないんですけど、リグダグ一番上の段に、忍者くんが19,500円。こちらが定番コーナーですね。なんかめちゃくちゃある。あ、これとか、ショーケース良さそう。よいしょ。萌えプロ。250円って安いんですけど、きついなぁ。アズノリ。これきついなぁ。これは買えない。コンボイ880円。結構しますね。裏が日焼けあり。これなんか安いですけどね。ドンキーコングジュニア370円。でもなんか磨けばなんか復活しそう。裸はこんな感じですかね。箱付きのファミコンめちゃくちゃある。ちょっと楽しみですね。いただきストリート3980円。オセロ1800円。なんかめちゃくちゃ状態いいな。 F1 レースウィザードリー、ちょっとしますね。1942。結構、綺麗ですね。5200円。ハリスタ430円。ギャラが4350円。これもなんか状態いいですね。色あせグーニーズ4510円。ホットスクランブル3880円。カシャポン選出2500円。なんか奥になりますね。ちょっと取れない。ギャラクシオン3600円。めちゃくちゃ綺麗だな。これどうしよう。これキープしてもいい気がする。これちょっと一応キープしましょうか。小箱のゴルフ2080円。クルクルランド3460円。銀河の3人、これね見なくなりましたね。2250円。セイントセイヤ6100円。デビアス5300円。ポップがちぎれてるスペランカ5800円。スターラスター2840円。マリオ USA、マリオ3,3500円。ちょっと待って、スーパーマリオ9,600円ですって。めちゃくちゃ高いな。状態めちゃくちゃいい。ガンプ1,600円。スターフォースさんまさん2,080円。たけしの挑戦状3,690円。冒険島2,7980円。天地の2,7550円。冒険島4,980円。タッグチームプロレスリング2,070円。デビルワールドどうなんだろう。4,170円。これもなんかめちゃくちゃ綺麗だな。3,200円。テラクレスタ、こんな安い？箱のみ2,730円。スーパーアラビアン1,800円。なんか綺麗だな。あ、ちょっと亀裂が入ってる。トラック S3。値段上がりましたね。4,390円。説明書なし箱痛みあり1,500円。ファイナルファンタジーの2、3,000円で。
耳なしかな。木の鳥。なんかこれ綺麗そう。5070円。ちょっと珍しいのありますね。ファミリーブロック。これめっちゃ色褪せてんな。9800円。これ、ショーケースでもいい気がする。ヘラクレス、切なし1000円。なんか安いですね。これなんだろう、バルトロンでしたっけ？バルトロンが1930円。パチオクンノスリー、2030円。ピンボール、高いな、4108円か。結構状態、4560円。5600円ぐらいか。箱破損、1200円。格闘伝説、2770円。ちょっと綺麗っぽい、忍者ラホイ。4380円。6500円。テトリスが、状態なんで830円。びっくり新記録、3060円。必殺仕事人5380円。全体的に結構しますよね。北斗2が3900円。ネルバトンサーガーするな。森田1490円。マイティーボンジャック3330円。マクロス。なんかこれ綺麗だな。8300円。まあまあスレあり。ロッチダンペイ8480円。ミトコーも2400円。ハットリス、1450円。最近見なくなりましたね、マットシティ。1000じゃないや、14800円。これ、麻雀かな？麻雀、660円。マインドシーカー、4230円。綺麗なマッピー、4450円。10億円、これも綺麗だな。5860円。ボンバーマン2、3660円。結構綺麗。マージャン天国、ロックマン5、ロードファイター。ロードファイターこれ綺麗だな。5000円。5000円。綺麗だな。ちょっと保留。ルパン、チャイルズクエスト、ロー・オブ・ザ・ウエスト、3250円。ロードランナーが4780円で、マリオの森960円。この辺がワギャンの3が2本5300円と、こっちの方が安いんだ。箱痛みの方が高いんですね。ワギャンの2、2080円。あとはディスク系が置いてありますね。なるほど。どうしましょうね。このね、ギャラクシアンとロードファイター。ギャラクシアン行きたいんですけど、ロードファイター悩むなぁ。ちょっと別のコーナー見ましょう。はい。こちらスーファミですね。さすが、スルガイアスさん。スーファミがめちゃくちゃある。で、こちらが、上にバーチャルボーイがあったり、ゲームボーイ。あとアドバンスがあったりですね。で、こっちに Wii DS という感じです。ランクビー魔界投資さが発行説明書状態なんて書いてあるんですけど、2500円って結構バグってますよね。何が箱いけないんだろう。パッと見全然良くて、多分ね、これ耳もついてますよ。こういうことなんですけど、むしろね、こっちの5980円のが擦れてる気がするぐらいなんですよね。これちょっとキープしましょうか。2500円安いわ。この辺がメガドラ、ドリームキャスト、セガサターン、で、あとネオジオ CD が置いてあって、この辺セガ系が集結してる感じですね。うわ、やべ、あった。これ、いくらだろう？ 500 円とかだとありがたいんだけどな。よいしょ。83か。見ないんだよな、これ。とりあえずちょっと、これ行きましょうかね。で、あと裏面がですね、駿河屋さんとおなじみのアウトレットゲームソフト。これがハードオフさんでいうところのジャンク扱いですよね。ファミコンがですね、いくつか置いてありまして。ホゴンデス220円。バックランド300円。エキサイトバイク220円。ナムコクラシックの2300円。ファミスタ89300円。で、こちら結構ラベルがいってるやつだな。110円。で、これなんだろう。レッセン人造人間300円と。ピンボール、ドンキーコング400円、不安レース300円、4人打ち麻雀110円、サッカー300円、パックランド300円、ミシシッピー300円、マッハライダー300円。で、まあ、いいですね、これね。悟空伝が300円、テニス220円、麻雀300円、ダビスタ300円、ファンレス110円、チャレンジャー300円、ドラッグ2220円。まあ、
まあ、こんな感じでしょう。バトローズも300円、コカイ220円、ジャスラックシールついてるやつだ。これなんかでも買っていい気がするんですけどね。ポパイキープだな。ゴルフがどっちだ。2408円で打たれたら痛いな。結構裏面綺麗だな。で、ナイトオークダン220円、421110円、谷川さん300円、タックチンプロレス110円。なんかでもこれもいいですね。4人打ち110円、これ100円かな。300円、あ、ですよね。ここで220円、ポパイ220円、なんか安い気がするな。これキープしましょうか。うわ、攻略本コーナーですね。攻略本コーナーでレトロゲームがもう少ないですよね。64スーファミ、ゲームキューブ、ファミコン、ファミコンあるかな。ファミコン1冊あった。東海道53次、5620円だってすごい高い。あー、まあこんな感じかな。お買い物終了しました。なんだかんだですね、悩んだファミコンのロードファイターとギャラクシアンは買いました。いいお買い物できたと思いますね。ホテルに戻ろうと思います。お疲れ様でございます。くるくるランド300円なら良くないですか。逆転裁判3でございました。どうもありがとうございますよっ。おお。はい、おはようございます。キューゾと申します。いつもご視聴ありがとうございます。広島に来ております。ちょっと撮影機材忘れてしまいまして、今手持ちなんですけども、信号待ちで急いで撮っております。これからですね、いろいろアポイント取らせていただいたお店ですとか、回りたいお店をこれから回っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、お疲れ様でございます。2日目でございます。こちらはですね、ハードオフ広島ヤギ店とお読みするんでしょうか。こちら着きました。行っていきたいと思います。こちら今2階のハードオフのコーナーに来まして、ショーケースですね。めちゃくちゃいろんなのが置いてある。こちらがアミーボとかですね。個人的にちょっとマリオが気になる。マリオ欲しいですね。これも可愛いですね。竜と剣がいて。こちらの段に行くとドラッグが置いてありまして、カセットテープとかいろいろ置いてあって、なんかコンセプトが素晴らしいですよね。あ、レアゲーの三つ目が豆腐が置いてありますね。あ、でこちらにもなんかフィギュアが置いてあります。下段がちょっと恐ろしいんですけど、なんかレトロゲームがめちゃくちゃ置いてありますね。すごい。しかも結構状態もものすごく綺麗で、うわー、これは素晴らしいですね。で、さらに下段に行くとポケモンがいろいろ置いてありますね。すごい。ポケモンも値段結構ね、上がりましたよね。再現段にはドラクエ4が置いてありまして、このテープが置いてあるのは本当素晴らしいですよね。で、64が置いてあったり、ゲームキューブが置いてあったりと、いろんなレアゲーが置いてありますね。こちらに行きまして、もう一つ、ショーケースが置いてありますね。いや、このお店、レトロゲームの量がものすごいですよ。いや、すごい。ヒューカードのヘクター87バージョンが3300円で置いてありますね。怪獣物語7700円。いや、これちょっと全部読み上げるに読み上げられない感じですけども、しかもですね、これ全部状態がめちゃくちゃ綺麗なんですよね。あ、すごいな。スカイキットちょっと欲しいな。なんかビスコのなんかシールが貼ってある。4400円ですって。スーパーマリオブラザーズ3、これも綺麗ですね。5500円。なんか奥に置いてあるドラケもすごい綺麗なんですよね。8800円。このギャラクシアンも、状態確認お願いしますって書いてあるんですけど、3300円。いや、これすごいな。さらに下段に行きますと、スーパーファミコンが置いてあったり、裸がセットがいろいろ置いてありますね。奥にトノソノバージョンの、ハイパーオリンピックが6600円で置いてあります。まあ、なんかものすごいですよ。ものすごいしか言えない。
これ何ですか、なんかレアモンなんですかね。スーパーファミコンマクロスですかね。知らないな。で、下段にはヒューカードが置いてあったり、ディスク系が置いてあったりとかしますね。最下段にはメガドライブが置いてあったり、ワンダースワンが置いてあったり、いろいろなものが置いてあるというようなショーケースになっております。さっき店長とお話しさせていただいたんですけども、レトロゲームはそこそこ力入れてるということだったので、いや、それが反映されてるお店ですね。見事にこちらがレトロゲームのコーナーがぐるーっと取り扱いがあるっていうような、そんなコーナーでございますね。ファミコンですね、これを見ていきたいと思うんですが、ちょっとね、これものすごいんですよ本当に。箱付きから見ていきたいんですけども、テニスは、説明書欠品で880円、ピンボールですね3300円、ワルキューレ内箱欠品3850円、説明書なし1100円。多分これ結構いい気がするんですよね。バーディーラッシュ2200円、ミシシッピ2200円ですね。ゴルフ、これもなんか良さそうな気がします。ゴルフ2200円、なんかこれめちゃくちゃ綺麗だな。もう皆さん大好きなモエプロありました。モエプロがちょっと痛みがあるんですけども1100円ですね。ハイパースポーツ激震フリーザー、これ最近見なくなりましたよね。ケミコの砂漠の狐3300円、グラディウス、メジャーリーグ、サンリオカーニバルの2、4950円、これちょっと珍しいですよね、最近見なくなっちゃいましたね。で、トリセツ欠品のファイナルファンタジーの3、3300円、1750円、キャプツバ2200円、ロックマンの5 2200円、モタロー伝説2200円、ちょっと破れのあるファイアーエンブラム2750円、太陽の神殿なんか良さそう、箱痛みあり3300円、ファイティングゴルフ2200円、ザ・ブラックバス2750円、クラックス2200円、桃鉄3850円、あとはこれ多分ドクターマリオですよね。ドクターマリオ2200円、ちょっとハードケースですね880円、上海の道、なんかこれ安い気がするんですけど、僕これなんか行ってもいい感じですけど、ワギャンランド2200円、ファミスタの88100円、ファミスタ550円、どうしようかな、これちょっとキープしてもいいかも。89100円、妖怪道中記2750円、女神転生3300円、ちょっとなんか色あせありますね。アキラ4400円、これとかね最近珍しいですよね。日物の本命1200円ですね。あとスーファミがドーンと並んでいるんですけども、まだ一部ファミコンがこの辺に置いてありますね。ウルティマエクソダス、3300円、ドラクエ32200円、2200円、箱痛みありって言ってるんですけど、なんかでもなんか悪くなさそうですね。マリオ3、これ綺麗だな、4400円、伯爵令嬢2750円、ヨッシーの卵1100円、これもなんか良好。サイコカリバーディスクシステム1650円、たけしの挑戦状2200円、わあ、これどうしようかな。説明書欠品なんですけど、僕持ってるこれ箱汚いんですよね。これ箱結構いいなあ。これキープしてもいいかも。ファミコンジャンプ2 3300円、ファミコンジャンプこちら2200円、結構なんかどれも状態いいのばっかりなんですよね。ゼータガンダム箱痛みがありで3850円、維新の嵐4400円、これも結構最近高騰してきちゃいましたね。スーパーファミコンの量もなんか恐ろしい数ありますね。でこちらがファミコンのコーナーなんですけども、これね、あの奥行きわかりますかね、びっちりあるんですよ。見切れるかな。いや、ちょっとこれカメラ持ちながらきついな。たまにこういうちょっとレアゲーも入ってるんですね。いや、これ
いや、すごい量。ちょっとこういうジャンク常連のも置いてあるんですね。あ、ありましたね。皆さん大好きな、萌えのプロ野球、550円でございます。ざっと見ると萌えプロこれしかないので、このお店の萌えプロなくすとかわいそうなので、これはちょっと置いといてあげましょう。で、あとはこう、ディスクもですね、めちゃくちゃこう置いてあるんですよね。で、あとさらにはこっちの側面にもですね、ファミコンがドロッと置いてありまして、で、どうやらここはですね、その中でもかなりレアなやつ、すごいんですよ。で、今ここですね、カウンターから結構かなり見えやすいところにありまして、防犯っていう意味も込めてここに設置してあるんでしょうね。もうレアゲーばっかり。エッガーランドティアンデーとか置いてある。6600円、マイト&マジック、究極タイガー、3300円、パラメデス2400円、ロックマンの2、ロックマンの2、あとは一応非売品のやつですね、3300円。すごいな、ジャンピンキットで、ゼルダの1、4500円。いや、ここすごいな。グレムレインの2、4400円、ゼルダ5500円、パラレルワールド3300円。いや、何ここ、これやばいな。1100円、萌えプロ1100円、64ゲームボーイ、あとメガドライブが置いてあったりとかしまして、で、こっちに行くとディスク系が置いてあるんですよね。セガサターンとか、そういうの、 3DO がいっぱいありますね。あとワンダースワンが置いてありまして、ロマサガのワンダースワン、これ僕知らなかったな、4400円。で、これですよ、ワンダースタジアム99、1650円。意外にこれ見かけないですからね、安いんですけど、これちょっとキープしましょうか。いや、でもこれすごいな、ドリームキャストもめちゃくちゃありますね。で、さらに下段に行きますと、メガドライブがこんな感じでいっぱい並んでおりますね。ものすごい量ですよ、これすごいな。で、あとこちらにワンダースワンのファイナルファンタジー、はがきなしって書いてある、すごいこだわりがすごい。あとファイナルファンタジーの2200円と、強烈な量だ。さらに下段に行きますと、ゲームキューブが置いてありまして、ちょっと待って、ゲームキューブの量も結構異常ですよね、いい意味で、すごいよ。で、こちらは任天堂64が置いてありまして、マリオパーティー2で1100円、マリオカートの64、これ完品でしょうね、3850円。64もなんかすごいですよね。最近64扱ってるとこってほとんどないじゃないですか。いや、めちゃくちゃありますね。で、こちらのレトロゲームコーナーを、こうぐるっと振り返りますと、ディスク系がいろいろ置いてありますね。プレイステーション、プレイステーション2、3と置いてありまして、こちらにですね、3DS、DS、Wii、そしてゲームボーイ、アドバンスがいろいろ置いてあります。ゲームボーイとかって今ものすごくレアじゃないですか。だからこれの量を見ると集めている方にとってみれば嬉しいんじゃないですかね。1100円、なんか安い気がしますね、これね。ピクロス、まあこれ安いでしょうね、1100円。ピクロス2が880円。なんか全然高くないというか、なんか良心的ですよね。スーパードンキーコング GB 2200円、コロコロカービィ2750円、いろいろありますね、本当に。でもゲームボーイって今こんなにあります？ゲームボーイって、マリオテニス、マリオテニス1650円。再下段に行きまして、ゲームボーイアドバンスはめちゃくちゃ置いてありますね。でもこんなに置いてあるの珍しいですよね。あ、ナムコミュージアムがありますね。これね、高いんですよね。4400円。まあそうですよね。
あれ、これ北米版でしたっけ。6600円か。あ、で、アーバンチャンピオン置いてある。これファミコンですよね。4400円。状態がまあまあっていう感じでしょうか。ハードですね。ハード系、あと周辺機器をいろいろ見ていきたいと思うんですけども、ここやばいな。え、ちょっと待ってくださいよ。これファミコンがいっぱいある。うわ、何ここ。これ見てください。全部ディスクシステム、かなりメンテナンスされて漂白されてると思うんですけども、あの全部あの AV 出力されているファミコンですね。でこっちもファミコンがずらーっと置いてありますね。こちらは比較的最新ハードのものがドカーンと置いてありますね。いや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 、いや、ちょっとなんか言葉を失うな、ここ。すごい。あとこの辺にですね、あの LSI のゲームがいろいろ置いてありますね。いやー、 3D オリアルでパクマンの LSI。 うわー、これどういうことですか。すごいっすよ。このフロアですね、いろいろ見回っていたんですけども、どうやらあのジャンクコーナーが見当たらなくてですね、もう一個上にジャンクフロアっていうのを設けられてるみたいなので、今ここ2階なんですけども、3階がジャンクコーナーのようなので3階に行ってみようと思います。はい、着きました。ジャンクコーナーでございます。実はですね、ちょっと近くにスピーカーがあるので、僕の声がですね、多分スピーカーに負けると思いますが、お許しください。なんかね、いろんなのがあるんですよ。もうすごいですよ。こんな感じですね。で、下段にファミコン本体とディスクシステム、あとファミリーベーシックのレコーダーが置いてありますね。で、こちらに行くとめちゃくちゃ置いてある。ゴルフ。あ、これ書いてないな。これ100円なのかな。あ、そうですね、110円って書いてある。お、なるほど。パチコン。あ、550円なんだ。テニス330円。あなたのお店です。なるほどな。ファミスタ、これがテレテッテテッテッテですよね。スーパーリアルベースボールで、サッカー、4人打ち麻雀、麻雀が置いてあったりして、まあこんな感じなんでしょうかね。ファミコンは本体もすごい置いてありますね。だいたい今2000円から1000円っていう感じでしょうね。ここにゲームボーイのジャンクが置いてありますね。あとケーブル類がいろいろ並んでいたりとかしまして、64とかもすごいですね。しかもこれ見やすいな。これよいしょ、こういうやつなんですね。これ欲しいな、僕家に。これ欲しいな。これいいですね。あとはちょっと僕これ気になったのが、ジャンクコーナーにハードオフのグッズが置いてあるんですよね。そろそろこれ買わないとまずそうな気がするんですよね。僕ハードオフの T シャツ全部ね L サイズなんですけど、これちょっと行きましょうかね。これどうですかね。多分 L サイズでちょうどいいと思いますよ。お買い物終了しました。すごい素敵なお店でかなり長居してしまいました。店長とお話もさせていただいてですね、どのくらいでしょう、1時間近くいたかもしれないですね。で、買ってきましたのはですね、このハードオフの T シャツと、こちらですね、ワンダースワンのワンダースタジアム99を購入いたしました。次、行ってきます。はい、到着しました。駿河屋メガ中筋店でございます。行ってきまーす。はい、ショーケース見ていきます。全体的に、結構価格がきついですね。ファミコンがめちゃくちゃ置いてあるんですけど、結構いい線いってんな。赤川次郎の幽霊列車 33,830 円。夢ペンギン 21,800 円。
パーズテイル2 16,500円。これどうしようかな。なんか悪くない気がするな。いやーすごい悩む。ああちょっと保留。カルチャーブレイン飛竜の剣32,800円。カルチャーブレインって書いたのがいいですね。 FC ゲンジ14,000円。ケツまで16,500円。箱破れありのバトルシティが17,000円。デザインも13,500円。これもうちょっと値上がりそうな気がしますから、ありな気がする。19432,400円。ロックマン6。箱が結構綺麗。28,000円。アンタッチャブ15,980円。ウィザードリー、ウィザードリー高いな。13,760円。パラレルワールドいくらだろう。でも1万超えてますでしょうね、多分。で、ワタルも1万超えていて、ファミスタも高いですね。11,800円か。ワイワイワールド13,320円。忍者くんがもう2万タッチする。バリス、まあちょっとすれありますけど、16,120円。オホーツクがですね、ちょっと見えづらいんですけど、2700円で安いなと思ったら、外箱のみですね。で、こちらがお目当てのファミコンが、ガーと置かれておりますね。見ていきましょう。裸カセットがいろいろ並べられていまして、まあでもこれはもう結構、おなじみ系というか、これだよなっていうのが並んでいるんですけども、気になるところで言うと、これちょっと、なんかいい感じだな。600円、ちょっとしますね。バーガータイム最近高いですよね。どうしたんだろう ?1720 円。あ、で、こっちは1180円で、で、ついに萌えプロがもう人気タイトル入りですよね。500円。ここまで来るとしんどいな。これが箱付きのコーナーですね。ガンダム、怪獣物語、ブロックセット。よいしょ。原平等まで8200円。こっちは7530円。ゴルフ、グーニズ2。ありましたね。7630円。クジャク王をアドベンチャーゲーム、RPG みたいな要素もあるゲーム、4730円。フォース。2330円。時代劇が3880円。クインティ2780円。金利感ちょっと見えづらいんですけど、5800円。オホーツク、さっき箱だけってありましたからね。7300円か。これなんでしょうね、これ。あ、エッカーランドか。6630円。美味しんぼ5500円。ウィッツが8000円か。アメリカ横断ウルトラクイズ2730円。このアーガス多分綺麗ですよ。もう2880円。すごくいいですね。あとはこうハードケースがあって、これなんか綺麗ですね。多分ジーザスですよね、これ。ジーザス8750円。セイントセイヤ6100円。箱、綺麗だな、これ。結構良好ですよ。ソンソン。なんかこれも多分いいと思う。ソンソン、箱痛みって書いてある。どこ痛みなんだろう。耳が痛ってるかもしれない。そういうことか。でも、すごいいいように見える。あと、9800円。どっち断定。6240円。すげえ、これ。すごい、遊ばれてる。4800円。なんかすごい高いですね。4180円。ドラゴンバスター2。最近ちょっと見なくなりましたね。2700円。ナイトガンダム3も結構いい感じですね、値段。ハットリくん。そこそこ備品。ハットリくん4200円。これも高いのかな。あー、でもこれは結構据え置きですね。忍者ラッコイ。4380円。ファイアーエンブレム3180円。バーガータイム怖いな。9350円。パーマン9500円。ファミコンジャンプ2300円。ファミコンジャンプ2 2930円。ファザナドゥ5040円。これちょっとなかなか手が出せないですね。ファミスタ780円。87が920円。ファミリージョッキー1460円。ミラクレスの2 5580円。ビックリマンワード9800円。小箱。オホーツク、8590円。カービィが3本あって、これが比較的いいでしょうね。6930円か。チャイズクエスト。770円。これ、安いと思いますね。
ロックマンの4、7170円。なるさ、3900円、4680円。マリオブラザーズ8300円。モエプロが、うわすごいダメージ、820円。タルートの2、4180円。ピーランド2980円。星を見る人9500円。ジャンクコーナーですね。麻雀300円、キューちゃん220円、110円、210円、110円。これ安いんじゃないですか。300円じゃなんか買えない気がする。ちょっとキープ。ハードフォーでおなじみ系ですね。110円、カメクラ220円。なかなか買えなかったっすね。バーズテイル2すごい悩んだんですけど、結局買ったのはこちらですね。バンダイの仮面ライダークラブ、330円でございました。次行きます。はい、お疲れ様でございます。本来であればですね、あとハードオフ2店舗3店舗回れるかなっていう状況ではあったんですけども、帰りの飛行機の時間が危ないということでですね、もう空港の近くまで来てしまいました。というのもですね、実はレプトンさんに寄ったりですとか穴屋さんに寄ったりっていう、そんな事情がありまして時間が遅くなってしまいました。いや、いろいろありましたね。濃い2日間でございました。またね、来たいと思いますね。ということで今回は以上としたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様です。